まあまあ。まあまあ。よいしょ。まあまあ。うん、みんなゴールデンギフト。ありがとう。ありがとうございます。行ってきた。髪ラベンダーみたいな、ちょっと暗めのラベンダーみたいな感じの色にしてもらった。あと松葉行った。美容院行ってここ本当は5位だ。でも4位と接戦よ。478ポイント差。ラベンダー、ラベンダー、紫みたいな。うん。うん。インゴールデンタコありがとうございます。いっぱい。ダルマもありがとう。買い物進んでるよ。見て、ほら。だいぶ。結構。できてきた。濃くなってきてる。ちょっと進めちゃおうかな。いい感じになってきたくない？昨日何かさ、全然わかんない感じのやつだったけど、ちょっとずつね、形が初めて、だいぶ進んでるよね。なんですよ。ノックです。うん、こんばんは。どうも。おー、感じ。お、4位だ。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。レインボースターもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。みんないっぱいありがとう。結構。17段。これアームらしいんだけど。まだ9。9。今の見る前にニット帽ってわかる？これわかる？まだニット帽全然だけど、猫耳ニット帽だから四角い形にしていく。角が耳っぽくなるの、かぶったら角がところが立ってる。私が持ってるさ、猫耳ニット帽これなんだけど、こんな形で四角いのを作る。で、かぶったら猫耳っぽくなるよって。キュウエッツ、キュウエッツです。だから四角く、四角いの。まだ根っこがっぽい。まあまあ、まだ全然さ、はめてないから、これ。まだ。ちょいだな。ローマにしても短いけど。根っこまってこんぐらいかな。もうちょっと長くない？違うけど、でこうじゃないけど、こ
これはあのニット帽ですね。小耳の小耳ニットに、これからなる。いつもの方に、うん、まあまあでも、違う。これは猫馬でもないよ、マフラーでもないし、あのトボになる、上締めるから頭通せない、かぶるだけ。いやいや、帽子になります。これから生きじゃない。まあ、まあ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 でしょ。だからあと8、あと8だ。もうって大変だね。引っ張りそうなの分かった。よいしょ。最高。金タコ、ありがとう。秒でどうだ、秒で、あの松葉と4位に暗くなった。ちょっとラベンダーっぽい入れてもらう。ラベンダー入れてもらう。ちょっと紫っぽい、紫とかピンク系の色入れてもらった。ちょっとめっちゃ雨すごかった。風てか風前だけど、風が めっちゃさ、少なくなってきた。ちっちゃくなった。大きかった。元の毛とあるわ、これこれ、これがやぶつかった。ありがとう、ゴールデンギフト。ありがとうございます。ラベンダー咲いてるの見たことないかな。ないかも。あるかな。わかんない。あるかな、私。ないかもしれない。土曜日からまた暑いの？え、でも土曜日までは涼しいってことじゃん。ラベンダー育ててる。おしゃれだね。おしゃれじゃん。ラベンダー育ててる。髪切った気がする。あの髪自体は切ってないけど、あの髪巻いてるからかな。髪切ってきた。
長さは切ってない。見てもらってます。はい。長さは切ってない。なんとなく伸ばして。したことないな、ね、無理だな、枯らしちゃいそう。いつもの方ありがとう。今日はこんな感じ好き。そう、美容師さんに自分でできない、この感じに巻くの。同じことある。人間作業。好きだ。だいぶできた。まあ10段目配信したい。配信で作る。進んだよな。あ、あらわけじゃないよ。だからまだ全然ちょい読めなきゃ。ずっとこれあるの。からずっと、いや朝からじゃない、朝もちょっとあん、朝とお昼配信の時会いながらラジオ配信してた。髪切った、前髪は切った、自分じゃ切れないから。でも後ろはね、切ってないよ。拭いたぐらい。の量長さを変えて短く巻いてるからかもしれない。髪の毛今日巻いてるから、これできて、まあ、こんな感じです。そうですね、2度目の方ありがとう。髪も太くて持ちやすい、これ持ちやすい、これ持ち手の部分三角になってて楽しい、これしてるだけなんだけどさ、同じこと。お、4日連続配信中。お昼も出てたから。YouTube でそう、あの猫耳ニット帽編み方って調べて出てきたやつだね。YouTube のやつは2色使ってた。4月から。
何色だっけ。みんなレベルが上がってる。ニット帽編んでるの。クリームソーダって好き。クリームソーダ、クリームソーダ好きだよ。コミは別に好き。いや、猫耳別に作んない。ね、四角い帽子作ったら勝手に猫耳になるんだよ。こんな感じ、さっきのこの帽子。四角いじゃん、この帽子。かぶったら猫耳になるんだね。かぶったら。角か。だからこういう四角い帽子、四角いニット帽の。買い物じゃんか。これは買ったやつね。黒いやつは買ったやつです。これが今、これが私が今は編んでるやつ。黒いの、黒いのは私が作ったものではない。違う。いや、取るよ。これは。完成予定。いや、明日までには完成すると思う。明日までに。今日まだ。さっきのニット帽だよ。ニット帽。今日さ、キャラ隊どうしたっけ。全然充電が全然ない。はい、6%だ。投票済みだってよかった。ちょっとおばあちゃん持って、わかりません。あれも YouTube 見たら、私はなんかさ、本とかだと文字で書いてるだけじゃ分かりづらかったです。 YouTube も何回も見て、あれこそ分かんないんだ。なんかさ、この基本の編み方みたいなのあるじゃん。それを教えてくれる動画じゃなくてさ、普通に作る動画を見たのね。だからここから何々編みをしますって言われて、意味わかんなくって、どう編んでるか見た。それで覚えた。多分合ってる。だから多分、多分ちゃんと編めてると思う。形になってる、できてるはず。これで合ってるはず。今日の10年ギリギリ。いや、今日そいつもそんなギリギリじゃないよ。パートナーなんない。あるかと思って。黒い17。そう。でも今ね、今中段目。中段目とか。ちょっと分かんない。あともう一回数えないと。
数えながらやんないと自分が何段目を編んでるのかな。そんなのまだ思う。終わったら多分違う。今編んでるのか。おー、初見さんコメントありがとう。お、今日がたまず8人ありがとう、ありがとうございます。金太子もありがとうございます。ありがとうね、増えた、ありがとう。感じじゃない、多分一番下は10。お、今日がたまず9人ありがとう、ありがとうございます、ありがとうありがとうね、いつも。どう、カタムズのものです。さあ、あと7番を同じこと7だ、ちょっとだけ分かんなくない、それ同じことやってた。肩むぜよかだけ、2度目の方あります。花水手芸部、手芸部になってる、昨日から始めました。ダメです。梅31日の企画の1ヶ月後にはまた開催になっちゃうから、新しく1月もいっぱい増えちゃうな。413いったから、また500、めっちゃ進んでる、めっちゃ進んでるよ。おう、ご飯だ、早くなってる。慣れてきた。この列は。この配信がチルくていい、チルい早物って昔からやってたの、いや昨日からあの2日目、初心者です。今日何時までしようかな。1時半くらいやろうかな。1時半ゆっくりやろうかな。あ、
編み物やってた。編み物初よ今あの昨日から始めた。覚えちゃえば、うん、同じ編み方ずっとしてるだけだもん。まあ時間どっちそれだね。絵本終わるまで、完成するまで。いや、なんで急に始める？なんかね、前やってみようかなと思って。でもずっと買ってなくて、セットやっと買った。これからやろうと思ってた。早く避ける。4時松葉行ってお昼配信して夜美容院って。2名の方、冬まではまだ時間ある。冬まだちょっとかぶれるよ。耳と誰作りたいんだよね。なんかさ、自宅のバッグみたいな。あ、花火上がってる。ありがとう。ありがとうね。レベル202？もう202なの。レベル202達成ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。70万ポイント達成。いっぱいじゃん、ポイントポイントいっぱいじゃん、ありがとう。いつもの方ありがとう。完成させたいけど、でも集中力がそこまで持たない気がするな。一回でっていうか、この配信で完成させるほどの。一段もね、結構時間かかる。さんコメントありがとう。プチプチ潰すのも好きそう。プチプチ、いや、ちっちゃい頃は好きだったからね今はさ、なんとも思わないよプチプチ何干渉剤が入ってるやつ、ね、もう知ってる人かい？10段目が10だよね、これ40段目。2段目の方ありがとう。あと15分でレベルアップする。遠い？あれ？これ持ってくるか。ちょっと待って。真ん中に持ってこよう。どう？え？近くに持ってきた。遠いとね、ノイキャンされちゃうから。ノイキャン。
け？聞こえるようになった？これで昨日もナイキャンされてたんだよ。こんばんは。今日は T シャツは寒いよ。何よそりゃ。久しぶりにこのスウェット着た。クマちゃんのスウェット。真ん中にクマいる。古着屋さんで買った。可愛くって。今日は湿度低い。最初始める前19度だったんだけど、でも21度だな。まあでもいつもよりかは低いね。いつもよりかはね。19度だったんだけど、いや配信始める前ってか直前、ん、配信始めた直後ぐらい19度で、もうそんな上がったの、びっくりしたよ。夜寒くてパーカー買った、の確かに寒かった。ピシピシの水やっと持ってきちゃった。なくっていいのに本当に。だからな、冬だけでいいんだよ、PC で撮る。こんばんは、どうも。初音の方、ありがとう。PC 何時まで？1時半ぐらいまでしようかなと思ってます。ちょっと長めに。結構できてきたよ。順調です。完成、いやまだよ。これ今10段目を編んでるんだけど、17段編まなきゃいけない。何時間かかるんだろう。17段です。17段あります。編み終わっても、あ、本当は日付変わってた。気づかなかった。明日には終わると思う。何は増やしたもの、できるところまで寝る前に終わって、完成させてな。編み物またぎ3日かかってるかな。昨日でもほぼあんま進めてないんだよね。ほぼってかそんなに手こずって最初でちょっと慣れてきた。何よりかスピードが感じです。どうの方ありがとう。編み物またぎ、確かに編み物またぎ。どうもの方、2度目の方、ありがとう。スカスカになっちゃう。
よし、10段目まで編めました。はい、10段目。まだ10段まだ10段編めた。これで10段からあと7。あー長いよー。あ、手疲れちゃった。そう、昨日よりはだいぶ進んだよ。昨日よりはね、さすがにやぶすんだけど。あつもの方ありがとう。疲れちゃった。どういうついてないけど、猫もじゃないんだよ。ここからね、ちゃんと星になりますから。まだまだこのぐらいですけど。休憩。疲れちゃう。短い、こんぐらい、こんぐらい短くない。短いよ。うん、フォローありがとう、ありがとうございます。あ、もう中日荒巻なんだね。違うよ。荒巻作ってない。違う、うん、ちゃんとなるからニット帽、これからなるから、これからなる予定だから。ミストかなり細くないの。確かに入んない。入んないよ。もうちっちゃい子、ちっちゃい子でもちっちゃくないか。ちっちゃい子にしても。まあ、社会さんコメントありがとう。あの、松尾の方ありがとうございます。どうかな、休憩の。髪型変えた、髪型は変えてないよ。一緒よ。前言ってもらったからそう見えるだけかも。一緒、変わってない。こんばんは、初見さん、コメントありがとう。前髪はちょっと切った。ちょっと。あとこの、横。後ろは切ってない。ついただけ。今回はラベンダー系にしても伝わる画面で。伝わらライトつけたら伝わる？伝わらないかも。わかんない、伝わらないかもしれないけど、ちょっとラベンダーっぽくしてもらった。
祖母の方ありがとう。今日から今日寒いありがとうね。あ、そう、ちょっと暗くもなったんだけど、ラベンダーっぽい色もやって思ったから、若干紫になる。だからピンクシャンプー買った、その色持ちよくすると。画面じゃあんま伝わんないかも。どうかな。後で写真、今日撮ってないんだよ写真。うん、あら、撮っとくわ。あ、でもやってないか今日。で配信終わった後とか、ちょっとだけ覚えてるかな。忘れないですね。クリスタル3日前くらいから髪色いいなって思ってた。今日行ったのよ美容院に。髪は変わってないのよ。友の方ありがとう。ピンクシャンプーな、ピンク色のシャンプー。あの髪色の持ちを良くするためです。2度目の方へと、何歌おっかな今日は。何がいいと思います？TikTok 撮る、今日は撮るのもかな。今日は眠いです。メモのタイトル歌わないと。ちょっと朝やかった。メモ、いつもさ、お昼始まったとか寝てるけど、お昼寝したりするんだけど、もう寝てないから、眠いです。寝てないから今日。ルーナね。何にする？うん、あり。はい、ありがとう。最初それなの？バチの差あると思うよ。どれにしよう。こんばんは、受験さん、コメントありがとう。するじゃん。それ入れるか。生ごめん生卵、生麦生ごめん生卵、イエーイ。
えるぴょこぴょこみきょぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ言えなかった油断してた。すももももももの内もももすもももの内イエーイ。にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、こまごひまごにひひまごにゃんこ、イエーイ。ぴょこぴょこ言えるかな。なおぎなまごめなまたまこ、なおむぎなまごめなまたまこ、イエーイ。振り付け知らないこれ。カールをぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこイエーイ。言えた。ぺちゃってじゃんぺちゃってじゃん。つもーもーもーももの内もーもーすもーもーももの内イエーイ。この釘抜きだと引き抜きにくい、あの釘抜きのも引き抜きにくい、イエーイ。やったー。なむぎ生米生卵、なむぎ生米生卵、イエーイ。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこイエーイ。最後が難しいからこれまだよ。うん。すもー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 ものうちもーもーすもーもーものうちイエーイ。これ次これまずい。隣の竹がけたけたてかけた、向こうの竹がけたけたてかけた、イエーイ。言ったよね。むずいぞこれ。次コーラスある。なむぎ生米生卵、なむぎ生米生卵、イエーイ。コーラス。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、オッケー。すもーもーもーももの内、すもーすもーももの内、ももの内。なかなか鳴かない。カラスが鳴いた、鳴くのはカラスの勝手でしょ、イエイイエーイ。なんかコーラスみたいなの入ってんのよ。むずいよね、あの竹垣。この竹垣、え？だっけ？この竹垣、竹立てかけた。向こうの竹垣、竹立てかけた。めっちゃむずい。最初言わなかった。いくらやってきた。ちょっと慣れてきた、この早口言葉を。慣れてきた。吉村山温度？わかんない。ずっとずずんどこぶし、ずずんどこぶし。わかんない、あったとしてもその2つわかんない。あつもの方ありがとう。あ、ずんどこぶし。マジか、ずんどこぶし。
やっとファンレベルが何になりました。ありがとうね。夏オムの方ありがとう。お、マイク帰ってちょっと。言ったらわかる？んどこぶし。ずずうん。どうあれ。わあ、全部違うやつが出てきた。分かんない、なんか3つ出てきたけど、ドリフのやつがどれなのか。分かんないな。こんばんは、初見さん、コメントありがとう。専門の方ありがとうございます。ドリフの曲聞いてもかけてもわかんないかも。わかんない。ドリフ縛り、いや縛ると思ってないわ。それはなんかコメントが勝手にそうなってるだけよ。じゃあ九州のずんどくぶし、かい九州のやつ、わかんないんだけど、どういうやつ。わからないかも。ドリフのずんどこぶし、九州のずんどこぶし、有名なのはこの3つ。その中だったらこれしか、あの最後の九州のずんどこぶししかなかった。どんなかった。ずん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 ど、あ、ずん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 どこか。あ、それそこだけ知ってるわ。あとわかんない。ちょっとわからないよ。まあまあ、あー違うんでしょ。わかんない。いや、ドリフ縛りはしないよ。しない。聞かせるバラード的なの。バラ歌えるのあるかな。例えばどういうの。歌えるのがないかもしれない。うん、ゴールデンハートありがとう。ね、みんなゴールデンギフトありがとうございます。ハートとかダルマとかタコ、雨だったから直角シャンシャイン？なる気がしない。めめしくて、どこが知っとる系のバラだ。うん、ほらありがとう、ありがとうございます。あ、ハーストラブにする。ファーストラブね。
めにしましょう。懐かしい気がした、あなたを前から知ってるみたいに、恋の入り口ドアが開いて、風に囲まれる。生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡、ときめいて憧れて、この胸のどこか切なかった。生まれた日からずっと夢を見ていた未来、感情はいつだって今までの記憶、目が合ったら新しい世界へ、知らない街角旅するみたいに、時が止まって、過去も未来も今も好きになる。これから先もきっと変わることなく続く、キュンとして恋焦がれ、永遠の意味を知るのでしょう。これから先もきっと忘れられない事件、初めてはいつだってドキドキの目次、生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡、ときめいて憧れて、この胸のどこか切なかった。生まれた日からずっと夢を見ていた未来、感情はいつだって今までの記憶、これから先もきっと変わることなく続く、キュンとして恋焦がれ、永遠の意味を知るのでしょう。これから先もきっと忘れられない事件、初めてはいつだってドキドキの目次、
ありがとうございました。ラストラブ。初音の方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。パチパチレッド。優勝。優勝した？やった。ありがとう。よいしょ。よかった、もうリーチになった？お、9じゃん。レベル9じゃん。当てちゃった。嬉しい、ありがとう。ありがとう、ゴールデンギフトとか音符とかペンライトとかもありがとうございます。いろいろなやつ。の優勝見ちょあげてください。流行ってんのかそれ。今見ちょあげてくださいが。それか、早く完成してかぶりたいしな。完成したらこれ配信でかぶるよ。でね、全然できてない。編み方違う気がするな。それはかっこいいチョロでき？かっこいいチョよかった？ああ。やったかな。あ、もうちょっと進んだよ。昨日からの。昨日からだいぶ進んだんじゃない？昨日はだってまだ配信して。まだね、多分ここぐらいじゃなかった。ここぐらいまでしか出なかった。2段、3段目か。これちょっとめっちゃ増えた。ごめんなさい、卒業公演変えられません。変えられないか、さすがにね。初音の方ありがとう。ホテル住んでた？ほんとよ、昨日より。だったら方忘れちゃったとか。いや違うよ、覚えてますよ。ありますから、こうやって今3つあんだよ。何名前の方、どんな方に。もう何編んでるの。これは猫耳ニット帽を作ってます。耳ニット帽です。四角いニット帽。ニットめっちゃ進んでるでしょ？でしょ？明日、明日の夜配信には完成させたいな。完成させてね、かぶりたいな。今私11段目を編んでるのね。17段編まないといけないし。まだまだ先が長い。欲しいけどさ、完成させて。ずっとやってるだけの楽しみ。冬用の。でもまだかぶれるからなと思って。まだかぶれるよね、ニット。まだいけるよ。かぶる。作ったら。上で作ったやつ。まだまだいける。ちょっと暑くなったら
なんか。こういった感じのストーリー。頑張る、だから。混ぜ出して、かぶるのが目標。この。今あんだ。ここからここまで。だいぶ少なくなってきた。ちょっと足し方が分かんないんだよね。調べないとまた。編み物初心者すぎて、毛糸が足りなくなった時の足し方が分からない。困った。編んでいくみたいなこと言ってたね。分かんなかったんだな。編みくるむが。編みくるむしてない。また YouTube 見て勉強する。難しい。困った。また困った。よし。出て。何個。疲れちゃうずっとこれ。あれと昨日も撮ったけど、BGM、 あ、切ってディスコードつけてるね。マカロニえんぴつさんです。最低限の生活には洗濯機と君とレディオ、週末は踊ろうよと誘ったが実は興味ない。贅沢を望むなら冷蔵庫と夢とスタレオ、週末はオートロネと誘ったら君も興味ない。淡い期待、広い狭い部屋で名前を呼び合ったりしている。この恋が、この恋が、その声が途切れた時には全て忘れて生きていこう。この恋が、この恋が、この夜がずっと前から僕らを待っていた、待っていたんだ。最小限の快楽にはエビとし泣けるメロディ、君が好きと言ってた映画も16回見た。駆け引き、白い黒い嘘に自分で傷ついたりしている。この恋が、この恋が、その声が途切れた時には全て忘れて歩いていこう。この恋が、この恋が、この夜が最初で最後だといつだって思っているんだ。間違った。喜びは夕焼けに染まった君の横顔であったり、バカな僕は君の中泳いでたんだ、泳いでたんだ、泳いでたんだって溺れて気づいたり。
の恋で、きっと間違っていない、合っているんだ、きっと間違っていない、合っている、この恋が、この恋が、その声が途切れた時には、すべて忘れて生きていこう、この恋が、この恋が、この夜が、ずっと前から僕らを待っていた、待っていた。最初で最後だと思っているんだ。この恋が、この恋が、その声が。この恋が、この恋が、この夜が。ありがとうございました。いつもの方にと。やった。最後のさ、大サビっていうのかな。この恋が、この恋がってなるのに。普通のサビで映っちゃった。忘れてた。いつもの方ありがとう。みんなのファンレベルがどんどん上がってる？ほんとだ。いっぱい出てる、フジが。ありがとうね。ありがとうございます。歌声が好き？ありがとう。優しいね。と思ってる、あの愛のレンタル、覚えようかなと思ってる。まだ覚えてないけど。いつもの方ありがとう。こんばんは。ビュートどこか
大人の横顔どんな休みを過ごしていたの話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだね僕は遠くで君を見ている Maybe, maybe そんな勇気はないプロマイスがもっと高なもの Maybe, maybe そんな勇気はないございます。11人ありがとうね。はい、いつもの方もありがとう、ありがとう。タッチ音してる、ありがとう、嬉しい、ありがとうな。11人はキリがいい？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 あ、どうの方にどうの方ありがとう。ちょっとあと休憩。ちょっと、何時まで？ 1 時半ぐらいまでやろうかな。待って待って、あと、1分ぐらい。ちょいやろう。うん。また休憩で編み物を再開。なんか完成させちゃう。やっぱよかったんですよ。最近の前までやりました。で、編んでいくいう作戦。あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。コメントもありがとうございます。フォローありがとう。ありがとうね。ね、ギフトありがとうね。ゴールデンギフト。フォローありがとうございます。まだな、休憩で。ベビー高いからね。どう立てたんだろう、声が出なかったか。休憩です。出るこれか、編みも編んでる。
ちなみに今このさ、このこのマーカーのとこからここまで、ここまでです。ご飯の夜は8になりました。おお、分かってる、ありがとうね。ありがとうございます、ありがとう。ゲームセンター嵐、ゲームセンター嵐、何名の方ありがとう。どういうこと？それは間違えました。何がかな、何がいいと思う。奇遇の熱か、やんでか、まあ、もうちょい休憩する。お、許可タムズ12人、ありがとう、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。うん、フォローもありがとう、ありがとうね、ございます。これは結構増えたんじゃない。お、2082人もうちょっとで2100人じゃん。月もいっぱい、よかったムズも増やしたいけど、フォロワーも増やしたいね。しましょう。ワンワンとも。おう。まだ。行くのにはまだ。こんばんは、たまん。すごいさ、結構。帰る、大丈夫。眠かったら寝ていいんだよ。はい、遅くまでやってるから、7時半になったら終わる。7時半ぐらいぐらいまでやるから、明日もやるし。そもの方ありがとう。うん、フォローありがとうございます。たう、最後はあれで締め、そうさ、あらそう、最後だ、まあ、早い、もうちょっと、楽しい編み物がだんだんできていくのが楽しい。だんだんできていくのが楽しい。最後まで付き合います。明日も休みだから最強だな。あ、間違えたみたい。間違えてた。これ眠
すぎるね。こんばんは、寝落ちします。おやすみなさい。おやすみ。寝落ちの報告、寝落ちしてました、じゃなくて寝落ちの報告。お、キョカタムズ13人ありがとう。今月もキョカタムズになりました。ありがとうね、ありがとうございますということで、いろいろあってキョカタムの話を見て癒されてから寝ます。お疲れ様、お仕事お疲れ、みんなお疲れ、お仕事。あ、勝った。間違えてるんだ、私これ。なんか変だと思ったよ。私の落とし方がきっと間違えてる。やってたのかも。まあいいや。むかむか。ちょっとわかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。もう食うかない。このうちレース編みたくなる。え、レース、レースってどうやって編むのあれ。え、何で？レース？レースって編めるもんなの普通に。レース。レース編めたらすごいやつじゃん。すごってなりそう。なんか変な糸を引っ張ってるよ、うん、あーうまくいかない。なんで、何が、多分いけた。オッケー。同じことやってると突然わからなく、え、そう、それ急に分からなくなっちゃう。パソコンで熱くなってきたから扇風機つけようかな。二度目の方に、うん、歌か、歌か、今書いてドラえもん、グナネ歌うって言ったらグナネにする。でも結構あんたんじゃない、ほら、ほら、ここのマーカーのところから、このこれまで、これのここまで編めたんじゃない。よし、頭の方ありがとう。感じですね。なんだっけ、完璧風のね。つけたらつけたで寒い気がするんだよな。つけとくか。力持ってるよ。いや、余逆だし。いつもの方ありがとう。うのね、お、キョカタムズ14人ありがとうございます。14人ありがとうね。うのね、歌います。グーの馬に乗って二人で片思いのドールは言葉にできないから切ない涙が出ちゃう弱虫だね。あなたの声
装完璧グーのね。いきなり抱きしめて格の王子様お願い。おもちゃのダイヤモンドキラキラ輝くまで見つめて遠くにいても待ち続けるあなたのキス届く日まで星の光照らすハートのラビリンスグーのねあのねそれだね胸が締め付けられてもなぜかとても幸せなの恋はファンタジーグーのねあのねそれでねちょっすり飲まされて帰るあなたあきるグーのねあってどうぞと今日方も増えてたよね。ありがとうございます。お、今17人だった。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。方も17人ありがとう。飲み物お終わりてるぞ。何のありがとうだよ。何のありがとう。いろいろ。このルールはたまに小気味が出てくるから。たまに。
今日はゲームしたたむしたたむしたたむ今日はゲームしてないです。してないたむってこと？語尾？いつの間に私の語尾たむになったの？したたむないたむ。何女子っぽいことしてるの？女子だもんねえ女子だもん。なんだこれ。ここから私の時間です。やばい、小気味がなんか、覚醒しちゃった。いいんじゃない？僕らはめっちゃ宇宙一だね。いやーね、早く完成させたいんだけど、これ。この配信までに、フル配信で絶対に完成させる。フル配信で被れる。帰ります。小気味もう帰る時間、もう寝る時間か小気味はバイバイ小気味は。どうもの方ありがとう。2度目の方もありがとうございます。お、あつもの方プラス多数になってる。どっかのルームから来たのかな。あ、ブーン、ありがとう。いっぱい2度目の方は編み物をしてます。猫耳ニット、猫耳ニット帽、ニット帽、猫耳のニット帽ちゃった。5月の初日から本気出すのもどうかなと思ったけど、今日は2日だからいいよね。風トヨタさん、ゴールデンクマタワー、6個もありがとうございます。やっぱり。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。やば、めっちゃ来た。すごいの来ちゃった。ありがとう。あ、あと花火も。ナビはレベル 203?204 まで達成ありがとう、ありがとう、いっぱい、やばすぎる。2度目の方もありがとう、いつもです。2度目の方、初物の方、ありがとうございます。すんご、ね。ありがとう。5月。2日かも。あ、日付変わってるからか。ミートさん、今日はキラキラっぽく描けるかな。ゴールデンコマトは今はだまん。あ、ペン指にすしと。キラキラクマちゃん、キラキラ、キラキラクマちゃん、キラ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 クマちゃん、風とみとさん、ゴールデンクマタワー6個もありがとうございます。ありがとうね。キラ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 できてるかな、ほいありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、いっぱいありがとう、嬉しい、ありがとうございます。
良い良い相手だから出し惜しみは良くないかなと思いましたね。はい、ありがとうございます。やばい、ありがとう、いっぱい3つありがとうございます。順位上がるよね、きっと。まだまだ反映されてないけど、たまに。ありがとう。キラキラっぽい？やった。昨日より画力上がってた？何これが昨日のキラキラ。下が今日のね。どう？緊張した？かぐってなっちゃった、こっちか。指輪当たっちゃった。いい、ありがとうございます。みんなもたくさんゴールデンギフトありがとう。こんばんは、どうも。いつもの方ありがとう。あー、ありがとうな。うん、タコが歩いてるいっぱい。ありがとう。タコもありがとうございます。ゴールデンタコ、金タコ、わあ、出た。3位のランクアップが。やったー、ありがとうございます。ありがとう、3位嬉しい。ありがとう、ありがとうね。3位だ、た嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。歯ブラシいけるかも。違うんだよ、そこ狙いじゃないんだよ。カメラね、カメラ、カメラです。歯ブラシも魅力的だけど、カメラがあるからな、アクションカメラが。あら、二度目の方、いつもの方ありがとう、ありがとう、嬉しい、3位。とりあえず明日は5位にはなっていないはず。ありがとうね。どうとかーん。何歌おう。そんなに打たれてきていい？コギメの召喚するわ。
ただいまー。いいよ。やはん。ねま。あ、カウントがゴールデンコマで見えてなかった？出た。もうちょっと下げればよかったか。まあいいや。また今度ね。何言うと。うん。二度目の方にやっとん。これとか、大声ダイヤモンドとか一回水ね。OK。二度目の方にやっとん。こんばんは、どうも。パミューパミュー。あ、パミューパミューもあるですね。キャリーパミューパミューさんとか。あの、ポンポンポン。君に 100%。アム太郎も確かに映ってない。何する？何がいいと思う？コギミョンからタムミョンになった。言いづら。コギミョンからタムミョン。タムミョンの方が言いづらくない？無と実が。タムミョン。タムミョン。100%、100%、君に 100%？ よいしょか。パミュー太郎それは、あの、キャリーパミューパミューさんなの。それは、違う。うん。ティスなんて書いてある？これ？はい。はい、グランド書いてあるこれ。はい、わかんない。下にも書いてある。ベアスペシャル。こっちかマイクじゃん。ベアスペシャル。ベアじゃないかこれ。わかんない。マリーゴールド？待て。ポンポンポンしてた。何でしょうか。マイグランドキッズ、あ、ベアースペシャル。どういうこと？どういう意味？よくわからないけど、クマが可愛かったから買った。ここのクマがさ、わかる？なんかプリントとかじゃなくってさ、なんていう、ふわふわしてるの。このクマがちょっとふわふわしてる。この3体とも、それが可愛くて、あ、ふわふわしてる。実習ではない？よくわからない。週からは週からリボンとかの、あ、どこでだった。これはあの古着屋さん、古着屋さんで買いました。山田京香さんですよね。山田京香さんですです山田京香さん。初音の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。何言うと、結局何する？パーセント？おっぱい。君に 100% にするじゃん。一番多い。何しよっかじゃん。君に 100%？
何しようかな。友の方ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、パーセント。君が出してる力は本当、君の本気の何パーセント、いつか全力 100%、 それは疲れちゃうけど、ありがとうっていう気持ちとごめんなさいっていう気持ちはちゃんと伝えた方がいいよね。正直になれるかな。明日から本気出すかな。眠くすにしてからの方がいい。僕の気持ちの 100% 届け届け君に。そんな気持ちの何パーセントも練習が足りないけど、僕の気持ちの 100% 届け届け君に。いつも変わらず元気でみんな笑顔になれるよ。可愛いよね、この曲。君が出してる力は本当、君の本気の何パーセント、いつも戦略 100%、 それは疲れちゃうけど、今だぞっていうこの時照れちゃうよね。まだここ、うん、きっと素直になれるよ。明日から本気出すから、ねえねえねむねむぐっすりしてからの方がいい。僕の気持ちの 100% 届け届け君に。そんな気持ちの何パーセントも練習が足りないけど、僕の気持ちの 100% 届け届け君に。変わらず元気でみんな笑顔になれるよ。僕の気持ちの 100% 届け届け君に。そんな気持ちの何パーセントも練習が足りないけど、僕の気持ちの 100% 届け届け君に。いつも変わらず元気でみんな笑顔になれるよ。目の方、ズームの方もありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとうありがとうございました。君に 100%20分、早い。もう20分。何時にブリンバンバン歌おうかな。短いんだよね、この曲さ。ブリンバンバン2分3分ないぐらいだった気がする。じゃあだっけな、結構短いから。あ、何分、そうそう、歌ってもいいか。ブリンバンバン、うん、フォローありがとう。ありがとうございます。
ん、今日がタムズ19人2人増えた、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。曲が流れると、そう、これはあのエンディング、エンディングソング、エンディングソング、エンディングのやつ、そう、ホタルの光的な全然あの違うけど、ちょっと違うけどうん、許可たまず20人ありがとう。あ、むたろむたろ、むたう、むたろ明日歌うから、ブレンバも終わっても締めよ締めの歌、明日ね、ハムたろ、やっぱり知ってる、許可ちゃんだ、知ってるじゃあこれやる、ブレンバ、ブレンババ2分48秒、短い、3分もない、フルでだよ、フルで3分、はい、ちょんぼり、明日ね、なんだろうな、明日しようかな、ブレンバ、よし、くそ、チートギフト、アラゾモンテ、緊急禁止、明らかモンテ、反則異次元、コロナモンではないです。無理です。それ聞いて泣いて、ライバル口をされて、ライバル口をされて、バグで、マグで、認めなぜって、マジで、これをもう全部涙。イサミ、やい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 、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンも実力を発揮しきる前に相手の方が爆裂で暮らし、アーガイキューハードルベリーハッピー、明らかにダントツピカイチ、相変わらずタッピーしてる毎日、誰の名のヒーカリーもいらないお前、アイスより愛し、俺パッと見できないいいことばっかりだけどベリーハッピー、呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則的だち、地味な俺に任せとけばいい、教科書にない問題集ない、超パッとのまじない、鏡よ鏡答えちゃって、ななみのままギャルとこまで、うざめとはいっぱいで、なしぎビンバンバンビンバンバンビンバンバンボン、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンボン、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンボン、うざめとはいっぱいで。エイデイ、俺のままでいるだけで超フェス、エイデイ、誰も口を挟めない、エイデイ、俺のままでいるだけで超フェス、エイデイ、誰も口を挟ませない、や、学歴もない、前科もない、余裕でこの存在、時代が文化財の脳みそ、高級車は買える、免許はない、愛車、全国近く散らす一品、このベロがプリンプリン、バレットなら満タン、関西なまり、なまりのことなま、音楽校運処理の女神、恋もさんまたばんば、ママが見たいないからとまんまで入り合ってしまってる漫画、圧倒的力、この頭と口から、この体、タトゥーは入ってない、この面に傷もついてない、繰り返しやらかしく試しが安い、何を刻むしんは、んば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 ん、俺もグインしてパンしてパンするためにポンしてきた、ミポン、鏡よ鏡答えちゃって、Oh yeah、 ななみのままギャルとこまで、それが一番で、なしぎブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、エイデイ、俺のままでいるだけで超フェス、エイデイ、誰も口挟めない、エイデイ、俺のままでいるだけで超フェス、エイデイ、誰も口挟ませない、今日滑舌やばかったかもういいか、あ、ゾーンの方、二度目の方、ありがとう、こんばんは。昨日より上手くなってた？じゃあよかった。合格？聞いてたか、ギリ。ギリ、聞いてた。聞いてた？よかった。
もう1時半だ。早い。ねえねえ。これがエンディングテーマ？エンディングテーマ？うん。これで締める。ガチャピンのブリンママ聞いたことない。何面白いの？ガチャピンのブリンママちょっと気になるけど。レベル88、フォロワー2088、毎日配信8日、8だらけじゃん。8だらけってこと？すごい、全部8だ。全部じゃないか全部じゃないか。2080が88だったら完璧だったけど、8ばっかりだ。もうセピンが歌ってるメンバーも、まあ歌詞が聞き取りやすいそうなの？聞いてみる、見てみ、 YouTube?見るわ探してみよう。足が引きそうになった。なんじゃそりゃなんじゃそれ。ランキング、ガチャピンの YouTube? 見てみろ。ガチャピンと滑舌対決。ガチャピン滑舌良さそう、その聞き取りやすいんだったら。ランキングいますね。13位からランキングを言います。13位、クロケンさん、ありがとうございます。12位、鈴木裕二さんかな、ありがとうございます。11位、プチーニさん、ありがとうございます。10位ムムさん、ありがとうございます。9位バトニーさん、ありがとうございます。8位大粒ちゃんさん、ありがとうございます。7位まさひろさん、ありがとうございます。6位イコルさん、ありがとうございます。5位にじさん、ありがとうございます。4位フロマンさん、ありがとうございます。3位ヤースさん、ありがとうございます。2位グランツさん、ありがとうございます。そして1位が風富人さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、今日もおう。さあ明日もお昼できたら、そして夜もかな、2回走できたら、昼はできたらかな。今日眠いから明日は寝るように頑張ろう今日はさ、いろいろマツパとか予定だったから、早起きだったからできたけど、別に午前中じゃないから、どっか行かなきゃ、用事入れちゃったみたいなね。広くしれば。今日も再フィニッシュ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。再フィニッシュ。お昼できたらして、夜は絶対。ありがとうございました。明日の夜配信までにはこれをできるだけ終わらせてくる。夜配信で
まあ最悪完成するぐらいの。完成してるか、より配信までにこれ。完成してるか、で、出るぐらいで。やればできる。雨は。明日完成させよう。そうね。じゃあ、今日はそろうかな。また明日の配信で。ありがとうございました。またね。おやすみなさい。また明日。